8回目です、毎週来てますやっぱりあの日本の安全ですよ。あと子どもたちの、我々今もう65なんですけど、やっぱ今頑張んないと次の世代にいろんなものが危険なものが伝わってしまうわけですから、それをなんとか自分たちの責任で排除したいなという思いです、どういう仕組みになってるんだろう。助けた本人がいない。あ、いないんだ。本人はいない。いないけどこうなってるんだ。結構大変ですもんね。全部で全員を変えてみて。あー、長かったですね。自転車で中野から来てますけど。あ、そうですか。6月から来てますけど。あ、毎週来てるんですか。そうですね、回り始めたのは3週間ぐらい前から、ぐるぐる回り始めたのは。やっぱりあれですか、あの規制が始まってから自転車で来ようっていうふうに。最初から。あ、最初から自転車だった。でもその後規制があったから、ね、自転車はすごい。6月いつだっけ。6月29日だっけ。29日のね。あ、うん、あの時。皆さん中野からですか。はい。あと自動車隊とか。おお、新井さん、新井さん。仲間なの。あれ、そうなんだ。あ、そうなんだ。あ、あの原子力発電所が稼働すると、うん、1年間、日本全国の原子力発電所の廃棄物、うん、使用済み核燃料が1000トン出るそうです。だから、そういう無責任なね、暮らし方をやめて、もう少し再生可能エネルギーに早く転換してほしいなと思ってるんですが。そういう思いが。そうです、うん、これもう全部核のゴミ。ゴミがね、これだけ溜まっちゃってると。はい。どうするんだ。そうです。毎回これ持ってきてんの？今日初めて来てんの？はい。いえいえ、もうこれ、6月の29日から。そうですか、気をつけないで、すみませんでした。で、これは今日も作った、これは今日作ったんですけれど。あとこれ見せてください、この頭の。これは、これなんですか？これは普通の、電子式やってんの？はい。すごいね、このこだわりがすごいですね。はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ちょっと説明してもらうと。あ、これ国会議員の住所、電話番号、あと過去の原発に対する法案であるとか、そういうのに賛成と反対、そういうのを全て載せてる無料のアプリです。で、まあデモに参加するのもいいんですけれども、よろしければまあ、事務所に電話するであるとか、まあ、それをインターネットに拡散するであるとか、そういうのにガンガン使ってください。あなたが作ったんですか。あ、僕が作りました。この行動にはいつ頃から参加されてますか。あ、もうだいぶ前から、すごい20万人とかそれぐらい集まったぐらい時ぐらいから行っていて、非常に面白いと思ってます。一番支えてる思いはどういう思いですか。あなたの行動を支えてる。あ、やっぱり僕は政治に興味があって、やっぱりこういう形で選挙だけではない表現の活動っていうのがこんなにメジャーになるっていうのは非常にワクワクしてますし、正しいことだと思ってます。子供を守れ。すべての原発特需に廃止。すべての原発特需に廃止。すべての原発特需に廃止。